朝が来ました。チョメです。昨晩の犠牲者は録画をにするいや役職紹介見れなかった。村人です。危ない、危ない、録画ミスるところだった。おはよう危ねえ押すを忘れてたわ、緊張してて。ルーム情報こんな感じ。人狼2、狂人1、予言1、令和1、火事1の、11人部屋ですね。あと村人。で、把握。ん ?01 進行か、今日。話すことねえな。どうしましょう。でも、01の方がいいよね。うん。村人って話すことないんだよね、ほんと。まあ私がね、見て、私は狩りとか占いだったら、まあ、つらり位置にならないようにめっちゃ喋るけどね。人狼の場合は、無言の時もあるけど、まあ喋る時もあるね。11、じゃあ黒いところ探すか。9、一斉だね。4、一斉で派です。あ、一斉の方がいいよね。OK。とりあえず一緒にしようかな。うん、6番さんが霊媒師。まあ、OK っていうところね。まあ、とりあえず、どれが人狼か見つけるか。1番さん。1番さんの発言、丁寧だよね。一斉50を把握しました。私最後に入れて決戦なしにするの。6、決戦なしにするの？肌の色の、色黒ランあるこれ。決戦あった方がいいんじゃないの？どうなんだろうね。わかんないけど。あ、でも透けるからか、決戦やって予言ですとかなって決戦で。わかんないけど。色グラがいいネタだけど。7、10番、11番。8番何色だ？ 9 番。8番さん見えにくいな。解きたいね。8。なんか、まあいいや、村だからいいわ。村側にとっては有利だろう。狼側だったら次てえな、8番。透明じゃねえの？8はマジで把握漏れしちゃう。まあな。把握漏れでもいいよ。把握漏れで困るのは人狼でしょ。別に村だから橋残してもいいわ。把握漏れしちゃうから早めに消しちゃおうみたいなの？いや、村側だったり。なんで、一番さ、白 T でもありですね。ってどういうことだろう。白 T だもんダメ。まだわからん。ランキン。縄が足りない。どういうこと？だから1番さんが白 T を進めてきたってことは、1番さんがもし人狼だったら、仲間の人狼が白 T にいるかもしれない。村だったら、ただの雑なぐりかな。私、繋がってないですよって感じで、1番が釣られて黒だったら白 T をしたのに、味方は白 T にいないって感じだったね。10、11だったら狼に MVP やるわ。10と11は繋がってなさそうだね。見た感じ。よし、7、恨みで7、恨み。真っ先に乗ったの8を。ヨグロネタギン真っ先に乗ったの8をって、8番さん自分で言ってる。8、わらわら。じゃあ8やな。自分で言ってる。どうなんだろう、この場合。8は、わかんねえな。もう裏に近いんじゃない。9は刃物持ってるので、それは見た目でしょ。まあ確かにね。どこだろうな。これ小型ナイフ。小型だったんだ。そうそう、初日だからね。初心者村だったら、科目に狼が結構いるけど、結構慣れてくるとね、喋ってる人が狼っていうのがあるんだよね。しかもね、9番とか怪しいよ。なんで工藤なのに、刑事やとかなんかそうやって、辛い位置に持っていかれないように、なんか、話してるって感じでね。9怪しいね。私から見ると。1番、白 T 怪しんでます。マジか。ほぉ。マジか。1番さん、マジか。白 T、PP 来る。白 T 多すぎ問題。え？半々じゃない？でも。7番さんと11番さんも一応白 T に入るのかな？半々じゃないかな？ 1、2、3、4、5、6。だいたい半々だよね。まあ、村だからね。
あんま白縮めると逆上すっと。ニワさんなんかあるのかな。うん、7番、私はただの白 T とは違うんやで。まあな、髪の毛、一緒にしたいでとか、おぉ仲間だろう。11。うん。初日は白 T の中ロックオン。まずいな、これ。2位怖すぎ、生存意欲ですか。ネタですよ。っていうか、絶対生存意欲。これ、どれだろうね。やっぱ9かな、生存意欲高いっていうかさ、釣られないように結構喋ってるから、1番は多分ね、今のところ無駄。いつも、いや、1番わかんないんだよね。人狼でもこんな感じだし、村でもこんな感じだもんな。パソコンの前ではすごい喋ってると思うけど、多分、一生懸命なんだと思う。メタ発言でごめんな。だから、やっぱ9かな？やりますね。かっこ野獣。だって絶対ログ稼ぎに見えます。私にとっては。9です。はい、行くよ。結成50か。長いな。どこだったんだろうね。まあ、初日予言が釣られるのは、釣られたり噛まれたりするのは嫌だね。はい。おー、来るな来るな来るな。一話さんが私に投票してる。ありがとう、光栄。マジか。私入れに狼いるか。霊媒も私に入れるの。マジか。わかんねえな。まあ、スムラって打っとこうね、ちゃんと。後々ね、予言だったとか、そうやって、ま、なんか変な考察当てちゃいけんからね。スムラって言っとかんいけん。何も言わないで言ったら、もしかしたら3番さんが新予言じゃなったのかなとかね、なったら嫌だからね。だから必ず釣られたら、スムラって言うわ。でも狩りの場合はダメ、狩りですって言っちゃダメだから、狩りの場合も嘘ついてスムラっていうのがベスト。占いとか予言の場合は結果を言う。釣られた時は1白でしたとか2白でしたっていう投票結果か。私入れか、1。ありがとう。6番も生まれ前だからしょうがない。11が噛まれたか。11が予言と思われたのか。人狼は多分予言を探したいから、結構喋ってる人を噛むのか。なるほどね。まあ、11番さんとはよく一緒になるよ。プライベートで。プライベートっていうか、普通に潜伏キャラでやってたら。たまに見る。何？おい！なんで？ちょっと待って待って待って。霊界のチャットに夢中で、ゴーゴーゴー予言で出てんじゃん。一斉で出ないと。予言カミングアウトする前に、271一斉ねって言ってチャットで打った後に、ロロさんおるから気負っただ、おつやで。バレたか。バレたか。そうそう、急いでキャラチェンジしてきたよ。みんな大好き。いや、もう早かったね、埋まるの。みんな大好きなんだよ、一番さんのことが。4番、5時ひどい。だから予言は実際ね、同時に、コメント打った後にカミングアウトしないと。6番、3は白。白だよ。まあ、しょうがない、釣られ1だったし。まさか3予言ない。いや、ちゃんと言ったでしょ、スムラって。もう一回打っとこっか。そんなバカな真似は、ミスはしないよ。7、5を釣ろうぜ。わらわら。2番、5の動き的に見るとこ納得。これ、11が新占いの可能性もあるね。じゃあ5が新か。マジか。霊界見るんじゃなかった。もう、見るんじゃなかった。ということは、狂人が潜伏か。でも私、ここに参加してたら、多分11が本物の占いかなっていうのも頭に入れてるね。今ちょっと霊界見ちゃったから、狂人潜伏か。1、すいません、初日話すの苦手で。まあね、難しいよね。話しながらね、チャットって。すっごい難しいんだよ。
正直初日一人占い的な発言はしてただろう。5が本物ってことはな、なんで一番占うんだろう。うん、あのまあ私も一番占ってると思うけど実際、あのでも占いは大体あのいっぱい喋ってる多弁のところわからなくなったらいっぱい喋ってる人を占った方がいいよ。あのだって科目のところはつらり位置になっちゃうからさ、自然と。うん、でいっぱい喋ってるところに狼がいたら怖いから、うん、に分からんけど話はブラフを相談する逆に怪しいんですけど、うん、うん、書こうと思った狂人とかありそうだね。9勝ちましたわ。9が人外じゃねえ。なんかよくわかんねえんだよね、チャットが。なんか考察してないもん。勝ちましたかとか、なんかたぶん9が人狼か。死んだと信じたい。わあね。死んだよ。うん。怪しいな。3はログ少なすぎた。うん。まあね。うん。村だからいいけど。まあでも、でも、まあ次1だったで。3層つがる1だったで。リアルで喋ってましたよ。3も付き合いすぎ1だったからね。今日は自由でいいよ。ロックオンだった。でも、科目に入れてくるっておかしいよな。おかしくはないけど、まあ、つられ1だから、あれだけど、まあ、予言がつられないから、別にいいけど、うん、村でめちゃめちゃ喋って生存意欲出して、予言がつられたりとかしたら嫌だし、絶対オオカミも食べんだしな。うん、8番、平次の敵は、俺が工藤になる。8、9、村だったら何やってんだよ。わかる。ログの多さだけ決めてもの。そうそう、2番さん、その通り。8なんだ ?8 と9がライン。昨日の3位のは8、9か。8、9ね。私を噛むなよ、狼。多分、狂人潜伏は、多分5番を殴りに行くと思う。だから、まあ私、霊界でちょっと答え見ちゃったから、あれだけど。だからここで5を釣り用したり5が怪しいっていう人は狂人潜伏、うん、狂人にいる狂アイテンション高いから暴れた俺が駆動じゃー。9番だな。10といい9といい1といいだよ。だよね。面白い部屋だよね。楽しい部屋だね。変人ばっかですね。褒め言葉、うん、褒め言葉だね。内容話すでそろそろ。そうだよ、9番さん自分で言ってるじゃん。内容話そうよ、ほんと。で、どっちなんだろうね。私、9番人外としてみるよ。内容話してないから。まだ科目の方がいいわ。9番入れてくれ。頼む。多分9が1人狼だと思うね。入るよね、9人。の、どうした ?1、8。どこなんだろうね。9、ほら、見てこれ。だで、多分、俺多いな。うん。考察してないからね。多分9が人外だと思う。ここと9ちゃん気になるんだよね。9は占ってほしかったな。まあ、多弁を占ってほしいよね。まあ、私入れの多弁、多く喋ってる人、占ってほしいな。まあ、人それぞれか。どうなんだ、キューバ。なんて言うんだ?絶対人狼だろ。人狼でしょ。違うかな。村でこんな変な、なんか、ログ稼ぎみたいなことしないよね。ただ楽しんでやってるだけかもしれないけど。わかんない。ないか、人狼だな。恐ろしい夜がやってきました。村で考察しないのはちょっとな。わかんない。ただ純粋に9番が本当に村で、普通に、なんていうんだ、雑談っていうか、そういう雰囲気を楽しみたいっていう人なのかもしれないね。わかんないよ、どっちか。多分人狼だと思う、9は。ヘイジーなんや。狂人、わら、どういうこと?狂人だったの?キユさん。6が噛まれるよな。
まあどうしよう、9が狼と予想って打ちたいけど外れてたら嫌だからやめとこう。まあこの実況見たらわかるんだけど9は狼じゃないの、ほんと絶対狼だと思うんだけどな。2を押したつもりだったの、何言っとんの、あ、あれあれ、えー、中身すむな、マジかよ、それでそういうコメントしてたのか。キマさん、純粋になんか楽しみたいって感じの人だったわ。マジか。なんか、あの、みんなと話すのが好きなんだろうね、多分。ここまでずっと白ね、8番。ゴーを押す人が潜伏教授。え、ちょっと待ってよ。ニーウルフ。あ、PB だ。やっべ。でも、教授も出れないよな、これ。あの、9が、あ、違う !1、2、3、4、5、6、7人か、PP じゃなかった、8万。8万いったわ。あぶんねー。まあ、村としては残しといていいわ、8万。多分、強人なら5番を釣りたいって言ってくる。あんま白しか出てない。行、今日の可能性、ほんと出てくるな。7が強人かな。9は難しいな。9むずい。5強と見ちゃいますね。1が強か、いや、もしかして1が強か、5強なら占い結果意味ないしな。まあ、霊界見てるからわかるんだけどね。まあ、私が霊界見てなかったら、まあ、5強と疑ってるかもしれないけど、霊界教授、そうそう、もう霊界の答えを見ちゃったから、5押しを押す人は強人と見ます。だから、1か7が強人。5が強人と思うって。だって狂人が一番安全策っていうのは5に入れたいんだよね。それかあの1と7に入れたいってことが、1と7に入れるのが安全策だからね。狂人全部なんで出なかったんだ。いや、これは案外出なくてもいいかもね。いい感じになってるんじゃない。負の占い理由になってないんだよね。これ私もちょっと今度やってみようかな。狂人潜伏。多分1かな。1番さん狂人だったらすごいな、かわいい。でも5シーンとしても2、4、10、2、2、ウル、もしくは1フルクでだいぶ詰まってる。だね。1の時は占い理由をちゃんとやった。ケアしてもいけると思うけど。7人いた。なるほど。7人いたね。自分で言ってる。でも4は2回とも2入れとるんか。ああ。そっか。じゃあ2と4のラインはないね。でももう10が人狼じゃん。10が人狼の相方が2か4か。2と4のライン切れてるから、それだったら。なので合計は、ああ、10人狼だな。霊界見ると。霊界見たっていうか、ネタバラしたら。なるほどね。10とどこかか。ほい。7番さんも乗ってる。7強人だな。多分。いや、案外、1番。いや、でも7の方が殴ってるか、5。うまいな、持っていき方が。あ、ごめん。8番。見えてなかった。なるほどね。7番が9。なんか1、2、4でいそうだな。あ、なんかもう狂人と見られてんの、5番。狂人と見る人は狼とか狂人潜伏の人だよ。明日以降5の審議どっち進め、多分4と10かな。投票の時間です。4と10っぽいな。僕は27怪しんでます。27か。そこも怪しいよね、確かに。ピーピーだー。今なら10釣りたくなったの。霊界水の話だけどな。いや、もう10決定でしょ。で、2と4のラインがないから。てか、私も、考察させてく。私、2日目から頑張るから。わーちゃん狂人噛んでくれないと。いやー、もうでも、狼目線からしたら、1と7が狂人ってわかるからさ、もう、5を殴ってる人が。だから1と7噛まないでしょ。狼がバカじゃなかったら。
バカとか言っちゃいけんわ。いや、多分こう、何なんだろうな。でも、1と7が、いや、でも7の方が大きいね。5が強靭とか、5殴りが。だから7が強靭じゃね。それか7が人狼？いや、人狼じゃない、人狼じゃない。もう5が白出してるから人狼じゃない。だから7が強靭だわ、多分。わかんないな。一番さんはほんとどっちかわかんない。本当にわからん。村か狂人か。まあ、4、9、狼で、4、9、狼。あ、来た人か。あ、なるほどね。まあ、9は人狼に見えるよね。見えたよね、確かに。チャットってか。4、9かな。ほんと10かな。狼、把握漏れが怖いから8巻だか。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。昨晩の犠牲者はどうなる。さあさあ、ていうか PP じゃねえもん。7でしょ多分。狂人7か1でしょ多分。 PP だね。でも狂人これ出れないね。あの9が人狼っぽいからさ、うん、最悪にウルだ。だからまだ狂人は出れないね。霊界目線からしたらもう PP なんだけど、あの参加者の狂人目線からしたらラストウルフかもしれないから出れないまだ。うん、まあ9黒かもしれんしな。うん、9を黒だと思ってました。ごめんなさい。9黒か、ニーウルフね。え、なんでみんなこう死んで見てんの。うん、私は霊界を見てるからマシーンと思ってるけど、いや絶対7が狂人だわ。なんかうまいなこいつ。こいつって言っちゃいけん、この人。ごめん、私口悪かった、ごめん。この人うまいな。7は、10もうまいな。10もう、10は人狼って私の中では分かってるんだよ。で7が狂人で、多分4が人狼、4か2が人狼だけどね。10がそう見るのは1怪しいと思ってるから。うまいね。7と10がうめえな。途中から話の長かったけど、俺は初日2日目あたりは新目で見てた。もう好きなところに投票していいよ。まあ、狂人からしたら、7番からしたら1つ痛いだろう。安全策として。だって2と4って分かんないからね、どっちがご主人様が。っていうか、今日、あ、そっか。2、4、10でどれがご主人様かわかんないでしょ。7番からしたら。だから、多分7は1釣りをしてくるんじゃね。あの、白出ししてるから5が。4番、誰も信じられない。いや、4番人狼じゃないの ?7 どこ怪しんでる。だから、あれでしょう。狂人は、5が狂人っていうことにして、その白出しに入れるっていうのがベストな。だから1番さんが狂人だったとしたら7入れを、あの5が狂人、7入れたいって。1も狼あると思ってる。5シーンあんま見てなかった。2は村目かな。1番さんが狂人だったら5が狂人って仕立て上げて 7投票を促してくるはずだから、多分1は村かな。じゃあ1位子村は。うめえなこれ。この人うまいな。1番待ってください。7番分かった。やっぱ7か狂人か。うまいな。いつやべえ。4番さん人狼じゃないの。4番さん人狼でしょ。いつ、え、どう、2番が人狼なの。え、マジで。いや、うめえな。なるほどね。まあ、7が狂人だと思う。だって、白出し、5、あの、5の、もう、狂人からしたら5が真だからね、予言。だから白出しした1に入れるのが、一番安心だから。で、10ももう、10、霊界目線では10が人狼って分かってるから、10うまいな、ほんと。もう発言で7が狂人って分かってるんだろうな、10番さんも。うわ、すっげえ。あと、狼頭いいわ。頼む。1ウル連れてて、連れてないんだよな。9番が人狼だったらよかったけど、ボロボロに負けちゃった。
笑うしかないわ。いやー面白いな今回の。いやー案外初日釣られて見てるだけっていうのも結構面白かったわ。おつでーす。2、3、あ、2、3なんだ。マジか、そこは。わー、わかんなかったな。まあ、2も、10が表に出てきて、2がなんか潜伏みたいな感じの人狼。うわ、この構成、うめえなごめん、7入れの日、2入れるつもりだったの。あー、よくある。それは、しょうがないよね。2は分かんなかった正直、2はどっちか分かんなかったな、2と10どっちかか。7強靭だもん。そうそう、7強靭だよな。うまいな、7番うまくないか。強靭潜伏、これが真の強靭潜伏だわ。すごいな。ちょっと後で動画を見直そう。7番さんの発言を全て隅々まで観察しよう。あと10もねうまかったよね。多分7強がいい仕事してたな。うん。いや、10もうまかった。10もなんか7強陣って多分気づいてたんだと思うわ、後半。だってもう、だって、新占い殴りに行くのって、強陣だもんね。だから、5が強陣と見てるって言ったら7か、まあ1番さんかなとか思ってたけど、でも1番さんはその後何も言わなかったから、7がとにかく5を強陣殴っ、新占い殴ってたから7が強陣って。露骨な強アピ、強アピうまかった。ああ、めっちゃ透けてたけどな。でも、私は霊界見てるから分かるんだよね、強人潜伏って。でも、実際参加してたらさ、11番さんが新占いかもしれない、5が強人かもしれないっていうのもあるからさ、頭の中に。なんか難しいんだよね、これ。私、霊界目線だから言えるんだよね、こうやって強人潜伏が5を殴りに行ってるとか。でも実際霊界に行かないでここに参加してたら11がもしかしたら真かもっていうのが頭に入って難しいわ。10番さんうまかったから10番さんに入れよう。7番さんに入れた方がよかったかな。でも10番さんもうまかったんだよな。10と7両方にあげたいわ。はい、今回の実況はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。なんかボロボロでごめんね、何もできなかったわ。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ。ありがとう。狼側すごかったです。失礼します。